はい、2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて、日本一になり、それから世界一になり、1位の座になり、1億円近く投資をしておりました。バイナリーオプション、世界バイナリーオプションスペシャリスト社の半間陽先生です。今回はまあ、上級者で、自分の方でマニュアルでね調整して投資しないといけませんけれども、誰でも同じように投資して稼ぐことはできませんけれども、300兆円稼げるんじゃないかと、まあ、FX の方にも同じような系統の理論でですね稼げますから、株もですね、バイナリーオプションの30秒バイナリーオプション、一番難しいね、とても変化があって難しい、分析も難しいというのにチャレンジしまして、他楽なのがたくさんあるのにね、一番難しいので、投資したのは、一番残りやすいということでね、難しいんでね、でまたね非常に、早く1回の稼ぎが取れるということですね。ただ勝率は 60% ぐらいでね、のインジケーターなんですね。で、それでシグナルが来てからね、自分でまた再度分析して投資しないといけないわけですけども、今回そんなことで、たくさん稼げるというね、慣れた人、上級者じゃないとできます。逆に損しちゃいます。難しいですからね、自分で、シグナルが来てから自分でまた再度考えて投資しないといけません。設定値もいろいろあって、これがいいかというのが分かりませんから、初心者はね。上級者でも難しいということでね、私でも難しいということでね。で、その方法でね、投資の戦略方法を紹介します。で、今こちらの方はねシグナル待ちになってまして、こちらは Windows 10のタブレット PC ですね。で、こちらの方にね、分かりやすく用意して、ハイアンドロー社の30秒ですね、シグナルが来たら、まあ、早く機敏にこう、ね、数か国を合わせるということが必要なわけですね。それでこれですね、シグナルがですね 60.4% を 61.8% なんですね、30秒の、ね、勝率が。だからそれでもちょっと落ちちゃう、これだけだと落ちちゃうということでね、 50% ぐらいいくかというようなことですよね。ただそのままこのシグナル通り打ったらですね、で約ね1週間ぐらい前から1000個ぐらいはあるんです、シグナルがね。ですから1時間に 2個ぐらい来るとねいうことで、非常にね、であとピップスが 0.342 ピップスとかね、 0.135 ピップスとか 1回のシグナルの利益ですね、となってまして、まあこれはロングで見てるんでちょっと違うんですけど、30秒なんでね、全体的な形ですね。これは単品の30なんでちょびっとなんで、もうちょっと少なくなりますけど、でね、このシグナルが出て、この通過国1、2、3、4、5、6、7あるんですよ、ハイアンドロー社はね。で、それに対応しまして、ね、ちょっとこうありますでしょ、投資できるように しまして、好成績を今日取ってですね、発表というわけでございます。そういうことだね。分析はね、30秒ですけど15分足ですね。
30秒のシグナルを探すのに15分足で MT4 を分析してます。それでこの30秒の用のね、あのハイアンドローの X っていうのがね、名前なんですけど、これね、このシグナルを見つけ出しました。考えつきました。無数にありますでしょ、このシグナルね。でそれからね、ここの通過国に合わせてハイかローかを、今のところ3本ぐらい打つのがいいんじゃないかというようなことでね、1回にね。でそれともちょっと逆張りでね、通したらいいんじゃないかということでやってます。10個ぐらい打ってもいいときは10個ぐらい打ってもいいんですけどね、外れたときに怖いんでということで今やってましたけども、こちらの方でね、実際のデモでの試験ですね。来ましたね。で、ちょっと待ってね。ERJPY。で、これ、ELJPY。ELJPY は倍なんですね。まあ、ちょっと遅れちゃったんで、やめますけども、シグナル出たけど、上って出てきたんですね、これ。ね、まあちょっと今回ちょっと休んじゃいましょうね。これはデモトレードですね。デモトレードです。ELJPY ですね。ああだけどもう勝ってますね。出てきたとこはここですね。ここで出てきたんで勝ったんですね。今もう遅れちゃったんで、こちらの方打ってますでしょ。これは60秒です、知ってます。30秒じゃないんですけど、タブレットもピチ勝ちましたでしょ。ね。こちらも同じ持ってたら勝ってたわけですね。ただ今、解説中でね、だったんで、投資できなかったですけど、まあこれもデモでやってます。